にちは。今日もパソコンアイドルの萌音インストールの時間が始まりました。イエイ。というわけで、パソコンアイドルの萌音インストール。ナンバーワン。ありがとうございます。はい。今日はなんと番組が始まって1周年と1ヶ月、初めて。初めて定時刻に萌音が始まることになりました。なんかこんなにぴったりちゃんとした時間に始まることが今までなかったので逆に緊張してます。すごい失敗があるような気がする。というわけでこの番組は1時間の生放送となっています。ユーストリームとニコニコ生放送2つのインターネットで1時間生配信してます。みんなからもたくさんたくさんコメントを待っています。萌えるゲストさんとのパソコントーク、パソコンを作るコーナー、そして声優さんとのパソコンをテーマにしたボイスドラマ、この3つのコーナーで成り立つ1時間の生放送です。さっき会場にいるお客さんが言ってくれた通り、コメントの皆さんもひよひながインストールって言ったら大きなダウンロードのコメントで返してください。というわけでパソコンアイドル三種の神器のご紹介、知ってる人は一緒に大きな声で言ってください。それでは本日1時間の MC を務めるパソコンアイドルピヨヒナの頭についてるのはツインテールマウス、背中に入ってるのはキーボードウィンズ、そして一番大事なこの子 CDR のインストールステッチの三種の神器のパソコンアイドルです。1時間の生放送お付き合いよろしくお願いします。そう、というわけで、いつもここで小話をしてるんですけど、パソコンアイドルなんと、秋葉原5万部発行のフリーペーパーおたぽけさんでパソコンアイドルらしくパソコンのコラムを書いてます。で、これ2月号なんですけど、あの2月号はパソコンをエコに捨てたり、プリンターのインクカートリッジをエコに再生しようみたいなお話をしていて、今日が3月号の入稿予定日なのですが、まだ私一行も書いてません。なので、あの、もし3月号も同じことが書いてあったら、あの、あ、そういうことかと思ってください。いや、そんなことはないと思う。写真ぐらいは変わると思いますので。書くよ、ちゃんと。でも、あの、よかったら3月10日からまた秋葉原にたくさんたくさんこのおたぽけという本が、配布されるので、パソコンのコーナーもぜひ皆さんチェックしてください。というわけで早速本日の素敵な萌えるゲストさんをみんなの力でインストールしたいと思います。大きなダウンロードで迎えてください。それでは本日の素敵なゲスト、キョコタンをインストール、ダウンロード、じゃーん、ダウンロード、よろしくお願いします。はい、というわけで、あ、すごいコメントもダウンロードしてくれた、会場のね、はい、皆さんはもうご存知キョコタンですが、はい、改めまして自己紹介を皆さんにしてあげてください。はい、キョコタンこと浜口キョコです、よろしくお願いします。はい、自ら。もう一回お名前をフルネームで、はい、バッチリお聞きしてもいいですか。はい、浜口京子です、よろしくお願いします。あの、浜口京子さんっていうことはプロレス界から今日はいらしてくださった。あ、はい、そうなんですよ。あ、そうなんですか。あの、テレビで見るよりだいぶなんか小柄だし、なんかお目目もバッチリしてて、テレビより可愛い気がするんですけど、あ、とか言っただけなんです。浜口さんとは違うんですよね。はい、レスリング選手でもなくバスケットボール選手でもなくアイドルとして活動しています、よろしくお願いします。あの、ありがとうございます。あと、なんかお客さんは多分知ってるんですけど、ライブの時にね、たまに変なイントロをかかって紹介されたりするよね。あ、なんだっけ、あの、なんだっけ、あの、プロ入場曲みたいなやつ、なんだっけ、入場曲、あの、芸人さんと一緒にいる時とかに、浜口京子。
浜口京子だーみたいな。そう、国本さんとか。そう、芸人さんとかちょっといじる。よくね、名前でいじられてるよね。でも、はい、うん、洋服は絶対着ないと思います。あのレスリング的なこう、そう、こういう用意してくださったらもしかしたら着るかもしれないプレゼントだったら着ちゃうかもしれないかもしれないですね。そう、私一個疑問っていうか知らないんだけど、はい、漢字がさ難しい浜じゃん。そうなんですよ。あれはあのスポーツ界の浜口京子さんとは違う浜。そうなんです。あの簡単の方の浜で初め実はやってたんですけど、うんうんうん、それじゃあまりにも一緒すぎるからって言って、うんうん、途中で変えたんですね。難しい方の。あ、難しい方の浜に。はい。ただそれはバスケットボール選手の方と一緒になっちゃった。じゃあ今度さらに難しい浜とかに変える予定とか。あの実は私の浜って本当はその、うん、今の浜の昔の浜なんですよ。昔の浜？わかりますか？感じは？そうなんですよ。旧漢字、まあ出てこないんですよね、携帯とかやっても。そうなんだ、はい、たまに化け文字で出てくるんです。うんうんうん、はい、あ、じゃあ検索しようと思って浜口京子ちゃん難しい浜だと思って入れると出てこないってこと、うん、入れられないかもしれない。あ、いや、あ、出てきます。あ、出てきます、はい、ごめんね、漢字に疎いからよく分かってないね。はい、あのバスケットボール選手より今上にいるんですよ、うん、すごいじゃん、はい、おー、じゃあ難しい方の浜口京子ちゃんで、はい、お願いします。検索すれば出てくる。え、それはちなみに本名というか。あ、本名です。あ、本名もだ、同じ浜口京子。あ、本名が、昔の旧漢字なんです。あ、旧漢字の浜口京子さん、はい、そうなんだ。じゃあ本名なのに変えざるを得なくなっちゃったんだ。そうです。漢字を変えないといけなくなっちゃったんですか。そうなんです、ね、だよね、出てこなくなっちゃって、ね、私が、はい、でもみんなからは今キョコタン、キョコタンって呼ばれてます。それは誰がつけたの。誰がつけたのか、多分ファンの方が一番初めに誰かが言って、うんうん、でつけ始めました。ああ、じゃあ、はい、キョコタンって呼んでくださいみたいな感じ。はい。おー、浜口京子、アイドルの浜口京子ちゃんとしては、はい、活動歴はどれぐらいになるんですか。ライブデビューしてからは、9ヶ月です。9ヶ月、もうすぐ10ヶ月です。お、じゃあ合ってる2011年から。そうです、2011年から。まだ1年経ってない、うん、あ、そうなんだ、はい、もともと結構こういうのしてたの、その1年より前から。1年より前はグラビアのお仕事をしてました、はい、今はライブ中心に。ほとんどライブで、たまに撮影会とか、うん、あのネット TV とか出させてもらってます。うんうん、え、ライブと、撮影会とかだと今はライブがメインだけど、はい、撮影会とかも結構やってるの。あ、もう来ればやります。おー、言えばやれば。はい、え、ちなみにあのライブの、ね、はい、あれを映像を知ってる方とかはご存知だと思うんですけど、ライブの時の衣装が、はい、ね、めっちゃセクシーな衣装出しとか、はい、ね、ちょっとこうちょっと水着の上になんか羽織ったりとかしてる衣装とかも、ね、はい、よくライブ中あるんだけど、はい、これはちなみに誰がやろうって言い出したの。なんか初めにドンキでアリスのあのうさぎのやつがあって、うんうん、可愛いなと思って買ったらへそ出しだったんですよ、それが。え、ちょっとじゃあロリータ系のお洋服かなと思って買ったアリスの洋服が、そう、ロリータではなかったんですよ、うんうん、なんか本当にうさぎって感じのやつで、うんうんうん、見たことあるかな。見たことある。あ、ありますよね、着てるやつ、はい、うんうん、で、それを着始めてから、あ、もうこれからへそ出しちゃおうかなと思って、あと、はい、そうですね、あと元々グラビアもやってたので、それを残したくてみたいな感じで、はい、やり始めました。へそ出しの魅力に取りつかれたってこと。はい。あ、なんかインパクトあるかなと思って、うんうん、そうだよね、絶対忘れないよね、はい、手応えイコールへそ出しみたいな、うんうんうん、あれでしょ。
あるよね、みんなの中にもあるよね、はい、だってほらライブとかだと最後にある物販タイムとかでそのへそ出しの許可担当一緒にチェキを取ったりとかもできるんだよね、はい、そうですね、あの要望があればできます。おーすごい、すごい要望がなんかさっきからほら要望があればってこと割と何でもリクエストしたら答えてくれそうな雰囲気になってるけど、はい、どんどんエスカレートしないファンのみんなからのリクエストがさすがにあの水着まではなれないですけど、うんうん、あの物販とかで、うんうん、はい、撮影会とかだったらあの大丈夫なんですけど、あ、なんかちなみに昨日撮影会だった、はい、そうなんですよ、どんな衣装だったんですか。私服と水着2着と、うん、あとセーラ服、セーラ服、おー知ってる方も、いた人どれが一番良かった。制服あ、そうなんだ。制服になってちょっとテンション上がっちゃった人ちょっと言っちゃった、ごめんなさいいいな、はい、制服で歌ったりライブの時はしてるっけ。制服あんまりしない。あ、へそ出しの制服はありますね。そうだよね、あの水平さんみたいなセーラー服、あ、そう、マリンとか、あと普通の、うん、なんかワイシャツを結んじゃいましたみたいな。ああ、はい、本当へそ出しじゃないけどあえて出してこうみたいな。いや、もともとそういうやつなんですよ、うん、ここまで切れてて、ここになんか結ぶとこが、はい、最初のさ、ほら衣装はドンキで買ったって言ってたけど、はい、なかなかね、そういう衣装探すのも大変じゃない。普段どこで買ってるの。普段はあの楽天とか、おお、あとはネットショッピング、そういうとこじゃないと買いに行きづらいんですよ、うん、あ、どん恥ずかしいみたいな。そうなんですよ、結構あのなんか、はい、大人なデパートみたいな感じの中で、今ボリューム下がったけどまだお昼なんで、あ、そうだ、お昼やったね、はい、とかでにも買いに行ったりするの。はい、今まで3着ぐらい、あのまあ知ってる方いると思うんですけど、うん、秋葉原のペンタゴンさんの下とか、うんうん、あと目の前とか、はい、ありますね、大人の制服屋さんみたいなのありますね。あの辺であったらちょっとスルーしてもらってあそこ触れられたくないな。あ、でもお客さんもそこにいるってことは目的が目的は一緒ってことだから大人の制服を買いに来てるってことだね。逆に話しかけちゃうかもしれない。あ、何してんのとか聞いちゃダメだよ何してんのとか聞いちゃダメだよね聞いちゃダメだねそうなんだ、買ってます。結構でもなんか大人の制服屋さんは大人な値段がしそうなんですけど、はい、そうでもないんですよ、やっぱり生地がなんか範囲が狭いのかちょっと安いんですよ。ちょっと節約されてるってことこの部分とか、うん、この部分とかが多分普通のお洋服より布半分ぐらいだもんね、はい、全然も安く、あ、そうなんだ、安いと思います。今まであの一番高かったのは多分ドンキで買った、うん、そのアリスの、あ、一番最初に布がちゃんとあると思って買った、はい、やつが一番高かった。そうなんですよ、多分コスプレだからだと思うんですけど、うんうんうん、あとは全然、まあ、そこまで高いというの、うん、どっちかって言ったらピアヒナさんの衣装の方が高価な。いや、そんなこと、私もあの楽天とかで買ってるので一緒だ、はい、私も楽天で買ってますあのポイントが貯まるからね、いいよね。あ、そうなんだ。あれ知らないダメだよ、それチェックしないと会員ではないんですよ。あ、もったいないよとか言う、はい、楽天の回し物みたいになってるけどもったいないよ。本当ですか。意外とポイントが貯まって、あのスカート1着分ぐらいはただで買えるよ、1年ぐらいやってたら。あ、そうなんだ、うん、そうじゃあもうすでに衣装とか買えちゃってるかもしれないです。そう1着ぐらい買えるかもしれない節約アイドルを目指しますか。はい節約しましょう、元気に。ちなみになんか最近推しのイベントとかはあるんですか、近々。3月に入ってから、あ、3月に入ってから、うん、まず3日がはい、3日が誕生日ライブなので、おー、はい、ありがとうございます。はい、で、ピオニナさんも出演して、あ、そうなんです、3月3日の夜、秋葉原ペンタゴンさんであるライブにお呼ばれしました、はい、よろしくお願いします。ちなみに3月3日は本当にお誕生日が近い、お誕生日の日、お誕生日が6日なんですよ、うん、あ、じゃあ近い土曜日だし、はいはい、しかもね、
世間的にもひな祭りの日だから、はい、3月生まれにはぴったりの。そうですね、うんうんうん、嬉しいです。え、3月3日どんな曲をやったりどんなことをやったりするとかもう決まってる？多分持ち時間的に全部の持ち曲を歌うか足りないかぐらいなんじゃないかと思って。え、なんか大丈夫大丈夫。そしたらまた撮影会みたいな、やろうかなって思ってます。水着になっちゃうかもしれないです。まだわかんないですけど。だんだん発言が出ました。え、何曲ぐらい今その持ち曲の予定してる曲は？今現在もあのよく歌ってる曲が6曲なんですよ。うんうんうん、あと、まあ、歌えるかなっていう曲は何曲かあるんですけど、うんうん、まあ、もしかしたら解禁する歌もあるかもしれない、その日だけ。お誕生日の日に、はい、ライブの日に解禁、はい、そういう曲が。ちなみにど何系のどんな曲なの？あ、もうみんなが好きな、もうバシバシ打つ、バシバシできる。よこたんのコンプレックスイマージュだけが魔法的。おー、そうなの、そうなの。コンプレックスイマージュは1回しか歌ったことないです。あ、でももしかしたらそういう普段は歌わない曲も歌うかもしれない。かもしれない。まだ考え中です。え、逆にお客さん的になんかこういう曲が聴きたいとか、でも普段元気な曲が多いけど、バラード聴いてみたいとか、なんかちょっと昔の名曲聴いてみたいとか、リクエストとかあったりする？セーラー服でなんか歌えみたいな。セーラー服で歌えよみたいな。衣装的なリクエストとか。あの衣装も変えたりもしかしたらするかも。うん、はい、あ、途中で？途中で、はい。おー、じゃあ1日で 2回ぐらい、そうですね、キョコタン、違うキョコタンが見れるかも。かもしれない。おお、そうなんですよ。あ、ここはですね、ちょっとコメントで質問来てるんですけど、メイドカフェではなくて、はい、秋葉 .tv というスタジオから、生中継してまして、今日はゲストにキョコタンに来てもらって、はい、一緒にこの後パソコン作ったりするですね、パソコンの番組なんですよ。えって驚かないでよ。どういうこと？え、ちなみにこの番組、はい、パソコンの番組なんですけど、はい、キョコタンはさっきネットショッピングはするって言ったので、お家にパソコンはないんですよ。え、ないの？あの、あったんですけど、うん、ちょっと諸事情に、うん、諸事情によりさよならしちゃった感じ。そうです、つい最近、はい。でもパソコンはでももともと本当疎くて、うんうん、はい、あんまり使えないんです。あの、検索するぐらいしかできなくて。でもネットショッピングしてんだもんね。はい、携帯でやってます。あー、携帯か。でも大丈夫、今まで来たアイドルさんの中ではネットショッピングができれば、はい、だいぶパソコンできる方と分類します。今までのね、ゲストさんのクオリティとか言ってたら、あのパソコンレベルを考えると、あの、ネットショッピングができるっていうのはかなりハイレベルです。あ、本当ですか？はい、あの、嬉しい。クリックって何ですかぐらいの方もいらっしゃいましたので、全然大丈夫です。なんかつい最近までちっちゃいよとかが打てなかったりしたの。あれ？今日このよよくて、うん、検索ずっとできなかったんですね、ヤフーとかで。浜口清子を探してたってこと？出てこないです。分かった。ちなみに分かった、ちっちゃい。分かって、はい、うん、じゃあどうやって打つか分かった？XX？ あれ？あ、合ってる、合ってる。 あ、X でも出るんだ。 XYO？XYO？ あ、そうなんだ、 XYO でも出るんだ。あ、でもアイドル知らなかった。KYO で今日って出すんだと思ってた。あ、それでもできる、うん、できますね。教えてください、パソコンアイドルさん。あの、KYO 以外何で？ X に前置いて、うん、それから YA とかだったらちゃあ、ちゃとか。あ、あ、YA はないか。あ、そう、私も LU とか LY か、 LYU とか派でした。あ、勉強になります、この番組。ありがとうございます。はい、そうなんだ。あ、なんだ、詳しいじゃん。いや、全然今までの中でトップクラスです。むしろ私より上です。初めて言われて嬉しいです。他にはなんか、でもパソコン前持ってたってことは、前はお家でネットしたりもしてた？あの、基本あの YouTube ネタでコナンをずっと見てただけ使ってました。あれ、今の言っても大丈夫なやつかな？大丈夫。あ、で大丈夫。公式放送を見てたんですよね？
うん、はい、公式放送を見てたんだよね。よくわかんないけど、はい、はい、そうです。彼女は公式放送を見ていたんです。はい、あ、でもそういうね、いろんな番組とかあるから見たりしてたんだね。はい、そうです。はい、じゃあでも今は、まあ、お家なくなっちゃって、はい、普段じゃパソコンでなんか処理とかしなくなっちゃったの？そうですね、たまに、うん、あの本当に普通の時はネットカフェに行って、うん、はい、あとブログ更新したりします。普段はじゃあ携帯からの更新とかが多いけど、そうですね、たまにはネットカフェからやったりもするってこと。はい、あ、頼もしいね。今までのアイドルさんの中ではトップクラスに頼もしいので今日はですね、はい、そのキョコタンと一緒にあのボビーくんという私たちが1年間かけて作った自作パソコンをサーバーにするお手伝いをしてもらいますので、はい、あ、今日はすごいなんか安心です。いや安心してます、はい、というわけでこの後は、ゲストのさんと一緒に楽しい楽しいパソコンを作るコーナーをインストールしますので、しばしばお待ちくださいませ。イエイ、ちょっと待っててね。バイバーイ。皆さんと一緒にパソコン作るコーナーをインストール、ダウンロード。今気抜いてたでしょ、ダウンロードっていうのちょっと最初よりだいぶちっちゃくなった声がはい、というわけでですね、こちらのコーナーでは、我々が番組を通して作ってきた自作パソコン、ついに完成しまして、今年からですねサーバーにしようという計画を立てております。みんなでサーバーになる予定のパソコン呼んであげてください。せーの、ボービー。じゃじゃじゃん。というわけでこちら我々が1年間かけて作ってきたアンテックのケースに入ったちっちゃなちっちゃなパソコン、ボビーくんです。前回ですねサーバーにするための、IIS というですねものをインストールして、普通の OS Windows ではなくてもうサーバーとして実は機能していることを前回確認しました。今回はですねサーバーとして、全世界に公開していくにあたってセキュリティを設定しようというのをですね一緒にやってもらうんですけど、はい、大丈夫そうですかってことはお手伝いしてもらえますか？はい、頑張ります。頑張ります。よかった。でですね、なんと今回からですねボビー君ちょっとワイヤレスマウスがついたので、ゲストさんにここでちょっと操作してもらおうかなと思うんですが、はい、ちなみに、はい、セキュリティってなんとなくわかります？なんかロックみたいな、ロックみたいな、ロックみたいな、鍵セキュリティはなんか暗証番号とかそういう感じじゃない？アルソックとか言うかと思った。アルソックって言うかなって思うんでな。そうだ、ま
そんな意味もありまして、あの今回はですね、みんなにこのパソコンに遊びに来てもらう側のパソコンになるんですよ、はい、普段私たちがネットやってる時はあのデータが置いてあるパソコンに遊びに行ったりしてるんですけど、はい、遊びに来てもらう側のパソコンになるので、あのみんながですねこのパソコンに入って、まあ、データを書き換えちゃったりとか、あの悪いことする人が中にはいるかもしれないので、このパソコンのファイルを私以外いじれませんよっていう風に設定してあげるっていうのを一緒にやろうと思います。前回ですねセキュリティ Windows アップデートが終了しましたので、このフォルダーのアクセス権というのをですね一緒に設定していきましょう。じゃん、というわけでローカルディスク C の中にですねクリックしてもらうとフォルダーが出てきます。 www ルートというのを今日は設定していくんですが、私この英語が読めないんですが inetpub っていうフォルダーがあるはずです。どこにですか？あ、このですね C ちゃんローカルディスクをクリック、あ、これこれ今ね絵が出てるやつですね、これをクリックしてもらうと inetpub っていう、読んで合ってるかな、はい、inet ちょんちょんってクリックします。あ、出てきました。あ、一番上ですね、これ中に www ルートっていうですね、もう一回クリックすると www ルート、あ、出てきた。この子の中にですね将来的にはみんなに見てもらうデータを置き場所になるので、このinetpub と www ルートという2つのフォルダーをですねみんなが勝手にいじんないように、あの設定してあげたいと思います。というわけで1個戻るを、左上の戻るを押してもらって inetpub ちゃんを右クリックしてください。これを右クリックするとプロパティというのが出てきます。ここで、アクセス権を設定します。プロパティのところまで下がっていってクリックしてみてください。私もねこれ生まれて初めてだから本当に合ってるか全然わかんないんですけどめっちゃ下り顔で喋ってるけど合ってるかな。もうコンピューターねフルコントロールどこでやるんだろう。これね実はあの今までパソコン作ってる時はスタッフさんたちが自作 PC やったことあったから聞いてたわけですよ、ぶっちゃけ。でもこっから先は誰もやったことないからわかんないんだよ、スタッフさんも。どうしよう。コンピューターネームはボビーだから、どこかに権限者っていうのがあるはず。どこにあるんだろう。共有、怖いよ怖いよ、これが見つからない。今日はこれが見つからなくて終わっちゃうのかな。チャンスなのに見つからないで。セキュリティ、あ、ここっぽい、あった、あ、これじゃない。ボビーアドミニスターズ、ボビーの、いじれるのは、私ですみたいな意味ですね。ボビーアドミニスターズ、うん、ボビー、このパソコンがボビーくんなので、これをですね、あ、で下にボビーアドミニスターズというのをですねフルコントロールに今なってるので、そうなってるんでいいんじゃない？これでいいんじゃない？で次がクリエイターオーナー、あ、私ですね、オーナー、あ、一番上です、アドミニスターズの2個上にオーナーっていうのがあるんで、それをクリックしてみてください。これクリックできますか？と、フルコントロールが、はい、なしになってかいいのかな。あ、何もないですね。何もチェックされてない状況にしないといけないので OK 多分その下にインタラクティブってありますか？これこのもっと下かな、くるくる回る、やばい、もうなんか自信ない、全てに自信がなくなってきた。 OKOK 進んでる。インタラクティブというのがですねその下くるくるするとあるかな。ない。ない。じゃあここは飛ばして、とりあえず飛ばしてシステムっていうのも、アクセス権をやらないといけないのでシステムちゃんはさっきいたので探してください。あ、この下ですね。
はい、クリックして、これがですね、フォルダーの内容の一覧表示だけ許可したいので、チェックを外せますか？フォルダー、あ、ここクリックするのかな？クリック、拒否の方をクリックしてみて。あ、詳細設定で設定するそうです。クリック。で、これのシステムっていうのをクリック、上から2番目をクリックして、アクセス権の変更。うん、押してみましょう。いや、めっちゃドキドキしてきた。これがですね、フルコントロール許可。あ、フルコントロールなってるのかな？アクセス許可。なってるね、システム。OK。で、クリエイターオーナーがなし。特殊。これ、この3個目だね、3個目。あ、なるほど。クリエイターオーナー押して、青にして、で、編集っていう真ん中の四角を押して、あ、それっぽいの出てきたそれっぽいの出てきた。で、フルコントロールだけを許可すればいいんですよね、きっときっとそうだよね。間違ってたらみんなのせいだよフルコントロール以外を拒否してみてください。フルコントロール一番上以外を拒否にチェックで。なってます。あ、今ね、許可にチェックになってるの。そう、クリックすると多分拒否。あ、でもそしたらフルコントロールが拒否になっちゃうから、全部許可ってことなんだ。フルコントロールは全部許可。全部許可。あ、なるほど。じゃあこれで OK だったってことですね。あとね、もう一回ごめんね、チェックを戻してください。すいません。これ、これで合ってる。うん、もう一個チェックして、で、一番上も OK にしてあげてください。で、OK を押してあげてください。元に戻っただけですが、できた。今日はじゃあ、アクセス権のチェックの入れ方を覚えましたってことにしますか。イエス。チェックのやり方をインストールしました、パソコンアイドル。というわけで、まあ、こんな感じでですね、ここにデータを入れるフォルダのアクセス権をいろいろ許可したり、拒否したり、これからしていこうと思うので、今日はチェックのやり方を覚えたということで、多分この番組を見てる、視聴者の皆さんの方が、詳しいと思うので、そのあたり、だいたいですね、お前ここ間違ってるよとか、それは違うぜっていうのを後でシャープ萌えでのハッシュタグをつけて、みんなが教えてくれると、来月の放送からはこのコーナーしっかりするということですね。なんでみんなのアドバイスをお待ちしています。こんな難しいことやって大丈夫なのかな、不安になってきたよ。まあでもで、一応ですね、このインスタ、アイネットパブと WW ルートのアクセス権を、今後ちゃんとこの説明書通りにやります。やれば一応セキュリティの第二関門は突破するんですけど、結構セキュリティの項目が長くてやることいっぱいあるんですよ。なんで、早くやる方法教えてください。何かインストールさせてください。ごめんね。難しい回に呼んで。というわけで、なんだか何を勉強したのかよくわかりませんが、チェックの入れ方を今日は勉強しました。というわけで、この後は声優さんとのボイスドラマのコーナーをインストールします。ちょっとだけ待っててね。バイバーイ。Thank you.
声優さんのボイスドラマのコーナーをインストールダウンロードでかくなったありがとうございます。はい、というわけでなんか結構さっきのですね、はい、パソコンコーナーの方にみんなからアドバイスが来てて、うん、あの Google 先生に頼れと間違いないですね。そう、セキュリティの設定ちょっと大変なんですけど、ちょっとこれから頑張っていこう。頑張って。大変だね、あれ。ちょっとやばい、私なんかもう一番やばいね。電気力を使い果たしてしまった。途中でちょっと眠たくなりましたね。そうだよね、私もそう同じこと思った。英語並びすぎて ね、なんか読めなかったよ、英語が、うん、ちょっと頑張るね。うん、そう、というわけで、声優コーナーでいつもレギュラー声優のお二人と一緒に、はい、パソコンの世界のボイスドラマをやってます。というわけでレギュラー声優のお二人、自己紹介お願いします。はい、声優の崎濱りみ子です。よろしくお願いします。はい、続きまして声優の佐川直樹です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、はい、というわけでこれは何のコーナーをやってたんですっけ。はい、何をいつ普段我々はやっていたんですっけ。とっても素敵な、はい、ハートフルなボイスドラマをね、はい、だったっけだったっけやってましたね。やってましたね。ついにあれですね、あの3月19日には今までこうネット放送で、うん、毎回毎回やってたこちら本格的に舞台化第2弾が決定しました。チラシあったんだね。そう、渡すの忘れてた、ね、あ、渡すの忘れてた。前回リミミに会った時に、あ、そうなの、ナオニーに渡しといてって言ったんだけど、会えなくて、会えなくて、仲悪いんだ。そんなことない時差が、時差がね、時差が生じてしまった。今日いっぱいあるんで、私は、はい、はい、というわけでですね、そんなボイスドラマパソコンの世界をテーマにしたノート先生、マカフィー先生、そしてパソコンアイドルピューヒナで、はい、いつもは、はい、ショートボイスドラマやってるんですが、うん、今回は、ね、なんか台本ないね。台本が来ませんでしたね。台本来ませんでしたね。私が忙しすぎて原稿を落としたっていう。あった？いやいや、そんなことなくて、前回の萌え伝で発表した通り、なんと今回からアシスタント MC が来るらしいんですけど、おお、来るらしいんですけど、あ、嬉しい。アシスタント MC？ え？発表来てる人は違う。じゃなくて、来るらしいんだけど、うん、私すごいその人を紹介された時に不安な気持ちになったから呼ばなくてもいいです。あの子ですよ。あの子です。あの子あちらに、小動物がいますけど、ちょこっとお座りになられている、はい、あの子ですよね、はい、なんかちょっとあまりに不安なんで、なんかちょっとレギュラー声優の2人に本当にこの子で大丈夫かちょっと判断してもらってから、はい、本当に大丈夫だったら次回からアシスタント MC でもいいかなって思ってるんですよ、うん、なんでちょっとあのダメだったら大きな声でダメって言っていいんで、いやはい、というわけでじゃあアシスタント MC 候補の、とある女の子をインストールしたいと思います。大きなダウンロードでお迎えください。アシスタント MC をインストール、ダウンロード、イエイ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 、よいしょ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 、どんどんどこいしょ、失礼します。というわけで萌え伝には初登場のくーちゃんです。はい、というわけでくーちゃん、改めて自己紹介をお願いします。いいですか。うん、はい、くーちゃんこと音羽久美です。普段は、秋葉原を中心にライブ活動させていただいてます。今日見ての通り私カラー黄色なんで、黄色がとっても大好きなんです。一番似合ってると思います。はい、はい、よろしくお願いします。イエイ。ちなみにアシスタント MC っていうのは何をするか分かってらっしゃるの。知らない。
何時に来たんだよ。何時に来たんだよ。アシスタント MC をしない。ほら、アシスタントってつくぐらいだから、うん、サポートとかさ、うん、MC を助けるみたいなことだと思うんだけど、あの、助けてください。そうそうそう。いや。あの、助けてくれるかな、本当に。頑張る。頑張って。本当？うん。じゃあ、あの、とりあえず、本当にできる子かどうか、チェックしたいなと思って、うん、あの、いろいろほら、原稿読んだりとかも増えるじゃないですか、MC 系のお仕事は。うん、なんで、やっぱりまずは、滑舌が良くないと、ダメじゃねってことで、はい、本日はなんと、早口対決を用意しましたー。わー。わーわー。というわけで、うん、これは、もちろん声優のお二人にお手本を見せてもらってね。あ、うん、なるほど、やっぱこんぐらいできないとダメだねっていう感じで私たちもチャレンジしたいんで、はい、もうね、お手本見せて、矛先が変わってきてるよね。どっちを進めようとしているのかっていう、うん、こんだけリスキーな企画を、ね、うん、でもね、なんかいつもボイスドラマリハーサルやるんだけど、その時よりも二人が超真剣に早口のリハーサルしてるんだよ。いつもボイスドラマさ、超適当なリハーサルなことないですよ。あ、なんかまた噛んだけどいっかみたいな。なのにすごいさ、これ超何回もさ、一行とかしかないさ、早口言葉を何十回も読んでらっしゃったので、もう準備万端ですよね。いや、もう悔しさで溢れてます。だってもうね、なおにすごいイライラしてましたからね。今日ね、なんだよこれ、俺イライラするよって。怖いわ。え、あれ持ってきた、早口のリスト持ってきたけど、結構あの、いろいろ用意したんで。これ難易度1が難易度1じゃない。嘘。そう、言いたくないもん。例文はどういうの。例文を読む、なんか読む、さとかしとかしゃとかしゃとか、そうだね、ベタなやつから、ベタなやつから、じゃあベタなやつまで、ベタなやつまで。ありますけど、なんかちょっとじゃあ一個お手本、誰からいきます。リスキーだな、本当に。じゃあ最初はグー、じゃんけんぽ。はい、負けたよ、おい。あの、お願いしますよ。お願いします。いいお手本お願いします。滑舌は違うと思うんだな。いきますよ。、はい、何でもいいの。どれもいいよ。じゃあバスガス爆発とかで。ダメ。じゃあ選んでもらおう。なおにどれがいい？上から。ちょっとここで会場にいる皆さんに、なおにに読ませる原稿をちょっと選んでもらって。やべ、心臓がね、ドクドクってるよね。まずいよね。そんな感じでちょっと今回準備したんで。結構ね、あの、この難易度1あたりは簡単だと思うんですけど、これをね、何回やる？難易度1の一番上で。まずお手本。これね、一番上の簡単なやつからいけますか、マジですか。あの、お手本ですから、先生。俺これ嫌だったんだよな。そう、ずっと嫌がってます。そうか、わかりました。3回言うんですね。はい、3回お願いします。はい、わかりました。それではなおにの滑舌早口お手本まで3、2、1。ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手。もう嫌だ、もうジャズシャンソン歌手。何、ジャズ回線切れましたよ。もうね、違うの、最近ね、違うの、なんかわかんないんだけど、あの、早口言葉が流行りすぎてる、俺の周りで。あ、そうなんだ。で、あの、この間ね、毎週俺がやってるラジオの中でも、うん、あの、いじめられて、はい、早口を噛み倒して罰ゲームをしたんだけど、今日もかよと思って来てね。罰ゲーム何やったんですか、その時は。ね、まあ、いろいろやらされたよ。今日も罰ゲームがなくて寂しいなっていう。ないんだよね、寂しいなっていう前振りですか。いや、全然お名前に罰ゲームはって書いてる。そうだ、ちょっと罰ゲーム候補、あの、コメントで待ってます。まあ俺はこんなもんですけど、こんなもん、リミミ先生がいますから。リミミ先生はね、ちょっと違いますから。こら、そういうこと言うてない。さっきからスラスラ言ってましたね。言ってないからね、本当にね。じゃあ、リミミどれがいい。ちょっとリミミファンに選んで、同じの練習してた。何番目、優しくしてもいいし、難しくしてもいいよ。俺が選ぼうか。え、あ、選んでくれる。だって何で引っかかってたか超わかるじゃないですか。あ、コメントでも早口が来てる、難しそう、うん、何桜の、ちょっと、あ、じゃあベタなやつかな。じゃあこれで長いの来ましたね。長いの3回言うの。3回言えるかな。いくぞ。はい、それではリミミの早口お手本まで3、2、1、9。
土壌ニョロニョロミニョロニョロ合わせてニョロニョロムニョロニョロ土壌ニョロニョロミニョロニョロ合わせてニョロニョロムニョロニョロ土壌ニョロニョロミニョロニョロ合わせてニョロニョロムニョロニョロ。すごい。ちょっとラッパーみたいだったけど、ヨーヨーって言うのだった。すごい。でもさすが、ね、さすが言った。もう今日の私のお仕事終わり。いや、よかったよ。よかった、よかった。なんかね、雪辱を晴らしてくれたよね。こうみんな2人さ練習してるじゃん、うん、ぶっちゃけこの早口。うん練習したけど言えなかったもんね。なんかディレクターが迫る勢い、うん、あ、そうですよね。危機迫る。危機って読むんですね。危機の危機。何が違うけど。これちょっと放送しちゃいけないよね、顔は。音声のみでお願いしたい。なんかコメントで来てるさ、早口練習してないやつちょっとじゃあ試しに1個言ってよ。これ。あ、全然見えないよ。桜咲く桜の山の花、桜花？桜花。咲く桜あり、散る桜あり。一回言ってみる。練習、ノー練習。ゆみなちゃんがちょっと一番近いしね、モニー。ちょっと見えない。よっ、MC！ 全員 MC！ 1年やってきたからね。頑張って。ね、先輩として。そう、ね、先輩として。じゃあちょっと頑張ります。じゃあコメントでもらった早口を、いきます。誰かせーのって。せーの。桜咲く花の桜の桜山咲く桜、桜咲く桜の山の桜花咲く咲く桜あり散る桜あり咲く桜の桜の山あり散る桜あり咲く咲く。はい、はい、できました。できたのか。すごい早くて何言ってるか分かんなかったと思うけど、あの回線がちょっとほら、ネットの回線の調子が悪くてブツブツ切れた気がすると思うけど、あの会場的にはすごい言えてたよね。そんなもんですよ。すごいできてたでしょ。MC って大変でしょ。そうだね。でしょ、うん、じゃあくーちゃんもこの3人の素晴らしいお手本を見た、うん、挙句素敵な早口を。簡単なの行こうよ。これ、うん、誰、ね、これ簡単なの行く。これこの辺でいいんじゃない。これ確かに確かに。これ、うん、だってクーちゃんの色入ってる。そうクーちゃんの色入ってる。そうか、ここはちょっとねバシッと。これやっていいの、うんうん、それじゃあカメラに向かって、はい、クーちゃんの初めての滑舌早口対決まで3、2、1、キュッ。3回言うの、うん、はい。赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ。赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ。赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ。はい、はい、できました。よくできました。自分の色のとこで噛んだけど ねていうか、早かった。早いよ。早すぎてゆっくりに聞こえたんですよ。あ、そういうことか。そういうことで、早すぎてなんか止まってるみたいな。そうそうそう、視覚視覚的なことじゃなくて、聴覚的なことで、すごいな。すごいでしょ。じゃあ他にも結構早口が来てるんで、はい、ここはプロの先生方にちょっと最後ビシッと締めていただけますか。いや、もうこの疲労感がね、疲労感なんか一瞬でどっとね、どっと年を取ったみたいな。本当だよ。なんか、ね、なんでみんなそんな知ってるんですかね。みんなしかも、ね、今もうググってんじゃないみんな。あ、ググってんのか。急いで。しかも難しいよね、うん、パッと見た感じ。ローマの牢屋の広い廊下を66の老人がろうそく持ってオロオロしてるみたい な、 オロオロな長い長い。ローマの牢屋すごいシチュエーションだね。シチュエーション、どんなシチュエーション。でも今なんかちょっとこれ言えそうな気がするな。ちょっとあのロ行強いんです。ロ行ラ行ロ行どこだよ。作っちゃった。ロから始まったらどこだ。終わりがわかんない。ちょっとこれ言える気がする。ちょっとが頑張る。よし。でもディレクターが忙しい。俺あディレクターがどうしても佐川さんに言ってほしいみたいな、ね、今の感じになってるから言います。ナオニーにどうしても言ってほしいみたいな感じになっちゃった今カメラ的に。挽回挽回。モニターが見えないからな。モニター見えない。あ、なんか今メモメモ。あ、カンペ作ってくれてる。あ、じゃあもうナオニーで
え、何それ。私急に怪我する感じ。じゃあその間、ほら、その間さ、じゃあひなちゃんこれ言ってよ、これ。それ言えないもん。それ無理だもん。あ、じゃあこれもっと無理で。あ、来た。じゃあちょっと、ロ行に強い私が頑張ります。またロ行。はい。じゃあ、誰かのせーのでいこうかな。せーの。ローマの牢屋の広い廊下を66の老人がろうそく持っておろおろ歩く、牢屋の廊下のろ…ん？ん？違うな、ローマの牢屋の広い廊下を66の老人がろうそく持っておろおろ歩く、廊下のローマのおろおろ歩く。廊下のローマのってどういうことかな。早すぎてまたちょっと早く終わったけど、いろいろ事故が起きてしまう。電波がついていかない。いや、でも、ロ行いっ…ロ行はないからね。ロ行、はい。じゃあ今までの中ではマシな方だったでしょ。そうだね、うん、そういうことにしとこう。せっかく出てくる、用意してるんだから。よし、じゃあちょっと何行こうよ。いくよ。お手本ね。いきますよ。はい、じゃあ何のお手本まで。3、2、1、9。ローマの廊下の広い廊下を66の老人がろうそく持っておろおろ歩く、ローマの廊下の…早かった。2回目と3回目最速だったね。RY みたいな。 RY、 あ、イカリある、イカリある。略して、うん、1回やってからいいよね。いやもうなんだよ、もうダメだな。ダメだな。もうリハーサルの段階でこういう空気になるのは分かってたけどね。分かったけどね。分かったけどね、うん、でもなんかあんまクーちゃんのテストできなかったね。そうだね。クーちゃん最後に何かやっとく。番外編、番外編いきますか。最後の思い出に。最後の思い出、もうやっぱ相手できない。もうできないよ、やっぱり。違うね、違うね。頑張って。これ今全国で最も難しい早口言葉だと思う。うん、全てのアナウンサーを困らせてる。うんうん、3回目。言えるかな。大丈夫。じゃあクーちゃんの滑舌早口対決。3、2、1、キュッ。キャリーパミュッピャム。頑張れ。キャリーパミュッピャム。キャリーパミュッピャム。もう一回。キャリーパミュッパミュ。いやいや、かわいい。言えないこれ。いやでもこれ難しいんだよね。うんうん、あのね、アナウンサーの人とか困ってるよね。そうだね。あのいっぱい今ね言わなきゃいけなくなって。そう。え、言える？リミミ。え。3、2、1、キュッ。キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュ。あ、でもすごい。やっぱりラッパーなんだね。そう、こうやんないと言えない。手をつけないと言えない。ヨーヨー。ヨーヨーみたいな。恥ずかしい。え、でもすごい。言えた。すごいね。あ、言えないとこがいいって。やめた。じゃあ、リーダメじゃん。ね、やったやった。イエイ。というわけで、まあこの滑舌っぷりでアシスタント MC が果たして務まるのか、まあみんなのコメントと次第だね、今後のね。何ということだ、ね、え、ボイスドラマには入ってきたりするの？入ってきたいの？え、どうなの？演技とかは。演技で、できるの？やったことないよ。やればいいじゃんみたいな空気になってますけど、まあ、じゃあちょっとアシスタントとしてこれをやっていけるかはまだ謎ですけれども謎です ね、 ね、しとりあえず第一弾滑舌対決、リミミセーフ？やったー。あ、リムミじゃなかった、ごめん、クーちゃんの今ね、なんでリーの名前が出てきたか分かんないけど、とりあえず喜んでみたけど、これダメだよ。びっくりしたよ。間違えた。ちょっと乗ってしまったけど、入れ替わりなの。よくよく考えたらダメですよね。間違えました。クーちゃん、じゃあとりあえずセーフってことで、はい、いけますか。可愛いってみんな言ってくれてるし。本当？うん、本当？うん、じゃあセーフで。というわけで、本日のスペシャルゲストさんとこの後エンディングがあるんですが、その前にレギュラー陣から大事な告知がいろいろありますか？お、じゃあ先にいいですか。2月の29日に、秋葉原ペンタゴンで初めて一人で歌います。おすごい。だから初めてなので応援に来てくれたら嬉しいです。あとアメブロもやってるのでチェックしてください。崎浜りみこです、お願いします。はい、はい、続きまして、佐賀の木、毎週月曜日27時15分から、毎週テレビ東京にて、戦国パラディス極み放送中ですので、ぜひ見てください。ここの、本田忠勝という役をやってます。続きまして、チャラン、はい、毎週水曜日に配信しております、婦女子 .jp、 婦女子応援ラジオ婦女子 .jp カフェというのを
配信しておりますので聞いてください。続きまして、すげえ、その婦女子 .jp カフェのイベントが3月18日、阿佐ヶ谷ロフト A にて、ベーコンレタスランチというイベントを開催しますので、皆さんぜひぜひ来てください。続きまして、そのイベントでですね、ドラマ CD 2つに咲く花というドラマを、僕がプロデュースしております。こちら発売するので皆さん買ってください。続きまして、すべての情報はこちら、私佐川直樹のブログ雲の佐川直樹にて、情報公開しておりますので、詳しくはこちらで見てみてください。よろしくお願いします。イエイ、はい、なにすごい、それ自分で作ったの？そう、今日起きたて30分ぐらいで作った。すごい、パソコン声優ではないですか？そうなの、ね、そうなの、羨ましい、ね、シューシューってかっこよかったね、はい、iPad 買ったらこんなことができるようになるんですか？ね、ビデオもできるの、ね、私ちょっと Windows 推しなとこがあるから、じゃあ Apple 推しでいきますか？ Apple 推しでいきますよ、ね、二大巨頭で iPhone ユーザーなんで。おー、あ、そうだよね。ちなみにプロデュースしてるあのドラマ？ドラマ CD。そうそうそう、はい、どんな感じの話なんですか？こちらはね、もう思いっきり BL、 さっき BL ってわかりますか？ボーイズラブ。さっきベーコンレタスランチ。ベーコンレタスランチ。まあそれも BL っていうね、うん、あの裏設定があるんですけど、うん、はい、結構濃いあの内容になっておりますので、男性も聞いたらね、結構、あ、こんなちょっと恥ずかしいなみたいな。え、恥ずかしい、はい、ドラマ CD になっておりますので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエイ、じゃあ詳しくはブログということで、イエーイ。なんか言いたいことがあるの？あるの？あるの。言っていいの？今日早口全然言えなかったのに、告知だけはしっかりして帰ろうみたいな。そうなの？そうなの？そうなの。ダメ？じゃあちょっとだけね。本当に？ちょっとだけ。じゃあちょっと一個だけ。一個だけ？はい。さっきね、リミミも言ったんですけど、29日。水曜日、秋葉原ペンタゴンさんにて出演させていただきます。よかったら来てください。待ってまーす。はい、というわけで、レギュラー陣とアシスタント MC くーちゃんの告知でした。最後に本日のスペシャルゲストをもう一回インストールします。大きなダウンロードでお迎えください。極端をインストール、ダウンロード、イエーイ。というわけで、キョコタン、今日はありがとうございました。というわけで、なんか大事な告知とかありましたら、はい、ぜひぜひ。はい、まず今日この後にライブがあります。おー、はい、ありがとうございます。アップはい、この後にライブがあります。秋葉原で、秋葉原バッコさんでライブが6時50分からありますので、よかったら遊びに来てください。そしてですね、さっきも言ったんですが、3月3日バースデーライブがあります。そして2月29日、一緒に、秋葉原ペンタゴンさんでライブに出演させていただきますので、よろしくお願いします。あとユニットも組んで3月2日にデビューライブがありますので、はい、あと、はい、それも知らなかった。はい、ハニーキャラメルというユニットを組んだんですけど、2日にダボさんでライブがありますので、よかったら遊びに来てください。あとの詳しいことは、キョコタン、浜口キョコのキョコタンブログチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあソロの活動とユニットの活動両方、キョコタンブログで、はい、バッチリ分かるということで、はい、皆さんぜひチェックしてあげてください。で、最後に本日 MC を務めさせていただきました、パソコンアイドルピューヒナからも大事な告知をさせてください。さっきのみんながやってくれた、2月の29日みんなと一緒にピューヒナもソロでライブをします。そして、3月3日のキョコタンバースデーにピューヒナも遊びに行きます。そしてなんといっても3月19日渋谷デセオさんにてお誕生日ライブがあります。今日のね、レギュラーメンバーの声優さんと一緒にずっとやってきた、舞台版の、ボイスドラマの方が発表になります。マクフィー先生、ノートー先生、そしていろんなパソコンの世界をですね、一個の舞台の中で声優さんとアイドルさんみんなで一緒に作っていきます。そして楽しいライブタイムもその後にありますので、ドラマとライブ両方楽しめるお得なイベント、ぜひ3月19日月曜日渋谷に遊びに来てください。というわけで、3月19日は
その、放送もですね、ネットの方でも、放送されます、チャンネルなど詳しいことはひよひなのブログの方に書いてありますので、みんなブログに遊びに来てくれるプログラムをインストール、ダウンロード。それではまた来週も、あ、嘘ついたよ。また来月も3月19日、仮想空間、そして渋谷デシオさんでお会いしましょう。バイバーイ。偽善のテクスチャー剥ぎ取っちゃって品ぞろいこぼす抜けてくったりシンプルなガソリンブレーキを